おはようございます。どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今まさに起きたばっかりなんですけども、今日はちょっとお部屋についてのお話をしたいと思うんで、ちょっといろいろまずはルーティンを始めていきたいと思います。よいしょ。はい、ということで最近ちょっと筋トレサボり気味ですね。はい、じゃあ仕事します。よいしょ、終わりました。で、また1時間後に輸出のコンサルの方が入ってますんで、それまでいろいろ準備をしていきたいと思います。まあ準備って言っても、まあちょっと休憩ですね。はい、していきたいと思います。で、何しようかな。ありがとうございます。今日はちょっと作ってる時間がないんで、これちょっと買ってきました。来ました。はい、じゃあちょっとすいません、一瞬撮っていいですか。あ、すいません、ありがとうございます。いやー、でも最近あれなんですよね、この部屋がなんか自分に合わないなっていうふうにちょっと思ってきちゃったんですよね。なんか中島さんもそう思いません？もう事務所的な部屋になっちゃってるっていうまあもちろん居心地はいいんですけど、なんかこう服装がちょっとずつブラッシュアップしてきて、なんか部屋ももっとおしゃれにしたいななんていうふうに思ってきたんですよ。中島さんち京都行った時すごいおしゃれだったんで、なんかすごいいいなって思いました。ありがとうございます。はい、どうですか、綺麗なお部屋行って。もう最高です。全部うまくいってます。ただ仕事はうまくいってるんですけど、まあ、はい、今年1年覚悟してたんですけど、ちょっとその疲れたりとか、そういうのはあるんですけど、まあ部屋綺麗なんで、リラックスしながらできてます。あ、いいですね。やっぱり綺麗な部屋っていいですよね、本当に。まあ僕の部屋も綺麗なんですけど、ただちょっと古臭いっていう。だって松下電工ですもん。松下。気持ちいいですね。気持ちいいですね、やっぱり。あの写真ですね、映像の。ああ、本当だ。はい、ということで休憩に入りました。いただきます。やっぱドーナツ美味しいです。なのでここは仕事するか寝るかご飯を食べるか、もうこの3つぐらいしかやっていないです。そんな事務所感覚のこの家で、僕が今一番時間を使っているスペースっていうのはここです。輸出のコンサルってことをやったり、基本的にこうネットで何でもできちゃう、完結するような感じなので、まあここのやってますと。そうで、まあ家の中でこう過ごす空間っていうのをすっきりさせるっていうことは、まあ、今までやってきたんですけど、やっぱ特にこのデスク周りっていうのはもうこだわってやってます。こだわってやってるっていうか、まあ自然にそうなってったっていう感じだと思うんですけど、もちろん最初からこういうすっきりした状態になっていたわけでは全然ないです。最初の頃はもうごちゃごちゃしてましたし、それからいろんな試行錯誤を繰り返しながらこの状態にたどり着いたと思ってます。で、別にこれが正解だとも思ってないですけどね。そう、ただこの動画を見てる人の中で、なんかこう仕事ははかどらないなとか、そのごちゃごちゃしてて、でもどういうふうに整理すればいいかわからないんだよねっていう人いると思うんで、まあそういう人のためにこの仕事のはかどるデスク周りを、環境を整えるコツっていうのをちょっとシェアしていきたいなというふうに思います。はい、じゃあまず一つ目なんですけど、視覚的にはこの画面をずっと見続けていたいんです。なので余計にこう視覚を奪っちゃうような飾りだったりインテリア雑貨っていうのは全部取っ払いました。サボテンとかその植物とか癒しのアイテムが一個二個あるのは全然いいと思うんです。それはなんか僕も置きたいなとは思っているんですけど、例えば仕事をしている時にこの画面を集中してこう見ていたいわけなんですけど、その時にここに任天堂スイッチとかゲームとかがあったら気散っちゃうじゃないですか。なのでそういったアイテム、そういった仕事に関係のないアイテムたちっていうのは極力省くようにしてます。
2つ目に紙媒体は置かないということですね。僕の場合は仕事上顔紙で何かやり取りするってことはないので、まあ、置かなくてもいいんですけど、まあ、例えばお店に行って帰ってくるときにこう領収書がもらえますね。でそれがこうやって置いてあってこう仕事パーってやるときにやっぱこう気が散っちゃうんですよね。でなんか見てくれもそんなよろしくはないですから、なのでこういったものは僕の場合はこう仕事のなんか処理、一時的にこう処理待ちのこうスペースに置いてます。アイデアを出しながら作業したいなってなった時はこうやってメントレノートをこう出しながらこうやって作業したりしてます。で、まあ、終わったら普通にこう棚のところに戻すってことをやっています。はい。で次のポイントなんですけども、あのコード類をあのなるべくこう出さないようにしてます。どういうことかっていうとですね、僕が今この家電スペースはこうなってるんですけど、例えばこの iPhone を充電するコードはこれ100均で買ってきたと思うんですけど、めちゃくちゃ短いです。確か20センチぐらいしかなかったです。であとこれカメラのバッテリーを充電するやつなんですけど、コードが目立たないようにしています。であのパソコンを充電するコードも極力こうあの何でしょう、伸びないようにして、でこうまとめて奥の方にこう寄せてますという感じですね。で他あとこうやって充電ポートはあるんですけども、まあ、それぞれ充電し終わったらちゃんと棚のところに戻すっていうことをやってます。うん、まあ、僕の場合このパソコンだったりスマートフォンだったりカメラの充電器っていうのは常に充電しておきたい、常に 100% でキープしておきたいっていうのがあるので、こうやってつなぎっぱなしにはしています。まあそれがなんか、機械たちにとっては良くないっていうのも意見もあるので、まあ、それは分かってるんですけども、まあ、僕の場合は 100% にしておきたいのでこうやって常に充電をしているっていう感じです。ただその出している中のコードは極力見せないようにしているので、こう仕事にこうこっちこう集中できてますって感じですね。ちなみにこれはヨドバシで買ったエレコムさんから出ている電源タップです。で次のポイントが、まあ、その周りの音をシャットダウンして完全にこう集中するっていうことをやります。でそのためにもう見えてると思うんですけど、僕はこれを使ってます。メーカーとかの概要欄にリンク貼っておくんですけど、これを僕は使ってます。前はその AirPods を使ってそこで音楽をかけながらって言っても、あの集中できる音楽をかけながらこうやって作業したりしてました。そうでもあのその AirPods がちょっと片方落ちてしまったのでまずいすぐにあの新しいの中用意しなきゃと思って、うどんにならないやつでなんかいいイヤホンないかなと思って、で、まあ、これをゲットしたわけなんですけども、こういうイヤホンつけてると音が密閉されますし、で音楽かけちゃえばもう周りの音なんても全くわからないので、もうめちゃくちゃ仕事に集中できてます。なんか今年に入ってからずっと隣で工事ガッタンガッタンやってるんで、なのでこういうのがあるとすごい集中できていいんですよね。でここまではその視覚と聴覚の部分でその雑音だったりっていうのをこう断捨離していくってことをシェアしました。であとはこの嗅覚の部分でもその一応僕は環境を作れる時があったら作ってますっていう感じですね。で、まあ、例えばこういったもの、匂いがいい香りがするものをこうパッてやって、それでふーんって香るとわーってすごい癒されて、でそう仕事に集中できるんですよね。でなんかその誰かの言葉で匂いは本能を刺激するっていう風に、なんかそういう名言があるそうです。気分が上がるような匂いを感じられると仕事にものすごい上がった状態で集中できるので、僕はいいんじゃないかなって思ってます。まあ毎回やってるわけじゃないですから、うん、まあそこはあんまりこう、まあ、かっこつけにはなると思うんですけど、視覚と聴覚と匂いの部分でも集中できる環境を作っていくっていうのが僕は結構いいんじゃないかなっていう風に思ってます。であと最後のポイントなんですけど、それはこちらですね。お菓子を置くっていうことです。あのお菓子はじゃあ集中力下がっちゃうんじゃないですかっていう人いると思うんですけど、あの僕の場合は何でしょう、こう仕事をやりながらどうしてもこうなんかやりたくないな、自分に夢中って作業をやるっていう時があるんですけど、それが終わった後のご褒美でこういうのをこうってやると、犬にこうしつけをして、しつけ終わった後餌をあげると同じ感覚でこう自分がこう頑張ってガーって仕事やった後にってやると、なんか仕事が楽しくなってくるんですよね。なので僕は結構こうやってお菓子をちょいちょい置きながら仕事をやってます。うん、何事もバランスじゃないですかね。そうですね、ダラダラやるのだけはちょっと良くないですね。はい、という感じで簡単にシェアしてみましたけども、いかがだったでしょうか。まあこれを全部僕が完璧にバシッとやってるかって言われたらそうではないですし、まあ、あのやりたい時にやってるっていう感じですね。まあ、ただ基本的にはやっぱこうここで
過ごす時間の方が圧倒的に長いんで、まあこういうだからともっとこう集中して作業できるように、これもいらないですね、はい、これもいらないですね。でまだ仕事に集中できるような環境を構築してたらこういう風になりましたっていう感じです。はい、なのでもし仕事をしてたり作業してる時になんか集中できないなって思ってる人がいる場合はですね、こういった今回のポイントを踏まえてデスク周りっていうのをこう点検してみてほしいなというふうに思います。ということで、まあ、今回一人でも多くの人の参考になったら嬉しいです。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。あ、ちょっとこれ最後の、まあ、追記みたいになるんですけど、やっぱり一番のこう集中して作業を取り組める環境って僕は椅子だと思ってます。椅子がいいものだとめちゃくちゃ集中できますよ。腰も全然痛くならないですし、やっぱ違いますね。僕はやっぱりこのアーロンチェアは買ってよかったなって思ってます。自慢じゃないですけど、本当にアーロンチェアはおすすめです。